されたからには負けるわけにはいかない。お前たちにも譲れないものがあるだろうが、ここは押し切らせてもらうぞ。正義ずらしたヒーローなんかに俺たちの気持ちは分かるさ。お前はここで死ね。そうはさせない。サイズ可変、特徴自由選択、複数同時再現、できる全てを収束させろ。混成大化ヒメラ・クラーケン。分断されてもうたか。始めよう。玉木を信じ先へと進んだ俺たちやったが、コンクリに入り込んでいる極道から奇襲を受けてしもうた。イレイザーをかばった俺とレッドライオットは別の部屋に飛ばされて分断されてもうたんや。俺は思うんだ、喧嘩に銃や刃物を無数だ。その身に宿した力だけで殺し合うのがいいんだ。わかるかな。レッドライオットのダメージも相当。やっぱやるしかないな。下手すりゃ死ぬが。お前の腕が上がらんくなるのと俺が耐えきれんくなるの、どっちが先か。おこと立て、どっちが強いか勝負してみようや。お前いいデブだな。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。よかきょうのようや。もっと来いよ。なんのせぶれろ。このままぶっ飛ばせ。こっからぶっ飛ばせ。離せ。恐れや、ここからや。なんだ、飛ばしていくぞ。なんだ、ダメだよ。立てねえ。うらっ、ぶっ飛ばせ。溜めるねえ。決めたる、もう抑えへん。立てねえ。立てたる、本気や。飛ばして、俺はまだやる。もう終わりか。腹が減ってしゃあないわ。エクセレント！ニューストーリー！俺の死亡でもここまでの衝撃が来るとは、まるで弾丸のような連打。割れた。いて、受けきれなかった。アンブレイカブル徳だ！心まで折れたら、ほんまに負けや。こんな三下とっととぶっ飛ばして、みんなのとこに戻るぞ。楽しくなってきたな、おい。俺は殺し合えれば何でもいい。がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。ファットが俺をかばって。始めよう。始めようぜ、いいデブ。あかん、こいつ。どんどん調子上げてきとる。これ受けきれへんとちゃうか。ファット、俺をかばって。衝撃を受けきれてねえはずなのに、何やってんだよ。強くなった気になって飛び出て、自慢の必殺技あっさり破られて、
足手まといになっちまって。おいおい、がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。やっと肩が温まってきたとこなんだから、次行くぞ。レッド、割れたそばから固めてけ。こいつ耐えた。さっきは軽く吹っ飛んだはず。お前いいな、もっとやり合おうぜ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。本当に怖え時、本当に命を懸けて動かなきゃいけねえ時、てめえの本性が現れる。命と向き合って、その上で一歩踏み出せる人間がヒーローになれるんだ。心の在り方だ。男とは格が精査じゃねえか。自信を持つとか恐れ知らずだとか、そういうことでもねえ。一度心に決めたならそれに準じる。俺は守れるヒーローになる。泣いてみろ。まだいた。カッツンだ。絶対だ。乗れねえぞ。気に入った。受ける。どうぞ。まだぶちかまれ。思いの行くぞ。カッツン。もう終わりか。ブイン。これが男の生き様だ。アメージング、ニューストーリー。甘く見とった。俺もお前らもデッドライオットっちゅうヒーローの男気よ。ここ立て勝負、こっちの勝ちや。霧島くん、来ないなってまで。大丈夫や、もうまだだ。と言ってもこっちも骨がいっちまって腕が上がんねえ。その男手当てしろ。奥で応急処置ぐらいはできる。罠やん。罠張る男に見えるのか。俺はその赤髪が気に入った。ちゃんともう一回やりてえんだ、その男とよ。情けなかった自分に見せてやり。今君ヒーローどころか敵さんにまで認められる男になってもうたで。八斎会のアジトに侵入し、チサキや幹部の姿を探す俺たちだったが、俺をかばいファットガムとレッドライオットが分断され、その後も息迷宮に手こずっていた。さらに俺たちを思わぬ敵が強襲する。ナイトアイロックロック、また壁が動いて分断された。壊します。ロックロック、どうした。おい、偽物が急に現れて襲ってきやがった。気をつけろ。新手だ。まだどこかに。偽物、刀傷。うわっ、ヴィラン連合。うわあ、また会えるなんて嬉しいな。嬉しいね、イズクくん。トガヒミコ。最悪。いや、ここで仕留めてしまえば帰って。ここまでだ、トガヒミコ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヘッドは血まみれ。悲観さ、
トロイ、これで格闘だ。切り上げた。トロイ、合理的に格闘だ。こういうこともできます。差し放題、切り刻んじゃうね。やっつけます。一気に来るか。おい、叩き込む。疲れるだろうが。勝利しよう。叩き込む。浅はかだな。注意、お待ちだです。実に非合理。触れる。お待ちだです。悲観さ、処理しよう。バカの一つ覚えか。バカの一つ覚えか。揺れる。疲れるぞ。同じに。その抵抗は非合理的だ。捕獲する。レク、離れてろ。殺されるのは嫌だから。バイバイ。うかつ、完全に協力体制。死柄木の性格上、誰の下にも組みすることはないと思っていたが。これは始めよう。まだ姿を見せていない生き迷宮の根源による、仲間たちと分断された私、一刻も早く合流を図らなければならない。そんな中、予想外の敵との対峙。今思えば、これもまた違う未来への予兆だったのかもしれない。どんなヒーローが来てんのかと思ったら、この野郎、ただのリーマンじゃねえか。ヤクザなめんな、この野郎。やっちゃってくださいよ、ラッパの兄貴。これは読めなかった。まさか天下のヴィラン連合が一介のヤクザに組みするとは。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。迅速に行く。ほら来いよ。これしきれ。押しつけや。ここだ。読み通り。鉄則戦、強めの行くぞ。潰れろ。意識で、そこだ。なんだ、殴り倒す。無駄なことを。そこ止めてみろ。止まらないな。無駄なことを。無駄なことを。知らん。ここ。お前強いな。ラッドと。なんだ。飛ばしていくぞ。無駄なことを。なんだ。飛んで避けられる。ここ早い。ここを通る。無駄なことを。よく当たらない。遅いんだよ。ハッドと邪魔するな。そこ今思いの行くに早い。俺はまだやる。ウィン。見た通りの結果だ。ヤクザ使えねえな。協力してやってんだから、そっちも頑張れよ。
これだからヤクザは絶滅寸前になるんだよ。気の小さい人ほど自分が弱いのを隠したがります。自分を強く見せたくて人を上から見下すのです。極道かっこ悪いですね。規制と同時に壁が大きく動いた。そこが消す個性が死ぬ。迷宮の元凶を拘束。これで迷宮は終わったわ。どうやらヴィラン連合にうまく使われてしまったようだな。これは読み単独攻撃始めよう。あの日、俺はエリちゃんの手を取ってあげられなかった。より確実に血先を捉えることを優先してしまった。あの子がずっと痛くて苦しい思いをしていることを知らずに。俺の個性、泥酔で足もおぼつかねえ。根元に本心を語らされ絶望。てめえの非力さに意気消沈ってか。根元の個性は強制的に本心を語らせる誠つき。本人すら気づいていない本音を引きずり出す。心を揺らされてあいつはもう動けない。あの時俺は見過ごそうとした。それでもあの子は俺たちが傷つくことより地獄へ戻ることを選んだんだ。あんなにも優しい子が、あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。弱さを受け入れてきたからこそ励むことができた。今さら心を揺さぶられ折れる人生だったか。違う、弱さは前提。トウガタミリオはもう揺れない。絶対に倒す。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。もう決して君を悲しませない。俺が君のヒーローになる。いや、ダメだ。したらダメだよ。あの人に殺されちゃう。戻ってこいエリー。殺されちゃうぞ。何度言ったら分かる。お前は人を壊す。そう生まれついた。お前の行動一つ一つが人を殺す。呪われた存在だ。それよね、自分の子になんでそんなこと言えるんだ。ああ、そうか。そういう話だったら俺に子などいない。当然壊れても支障はない。すぐに修復すれば蘇生できる。原型をとどめていなくとも子供に殺せる。その子は身をもって知っているはずだ。力諦めるんだ、学生さんを。強く見えるかい。せりゃ、いや、強くしたんだよね。いや、これは重いよ。大技だよね。計画か。パワーウィン。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメイジングニューストーリー。逃げ道は封じられ、こいつを打ち込まれりゃ個性も消えちまいやす。ちょっとごめんね。体を隠して狙いをずらした。ヒーローのマントってカッコつけだと思ってやした。こいつ強い。だがエリを置いた。あれを壊してしまえば抵抗できない。そういうやつだよな。お前はヒーローがマントを羽織るのは
痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。相手をよく見て次の行動を予測する。もう指一本触れさせない。二人まとめて倒してやる。お前の負けだ、ちさき。もう君を悲しませない。もう始めよう。俺の方が強い。わかー、根本撃て。撃つ、どこ。投下するやつに一発で当てるにはどうすれば。あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。ね、君を悲しませない。もう痛い思いはさせない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺もヒーローになって助ける。いいよ。俺たちの個性は一歩間違えると真っ二つになったりしちゃうんだ。とても難しい個性だ。ミリオはそれでもヒーローになりたい？お前は強くなる。私の元へ来なさい。さあ。ねえねえ、知ってた？私たちビッグスリーなんて呼ばれてるんだって。トーガとの成長が著しいとかで、学校のみんながすごいぞ、強いぞってみんな認めてくれたんだね。俺はミリオがすごいことは分かってた。ミリオ、当然の結果だよ。みんな、サチが無くて泣くも叫ぶもなくエリちゃん、黙り歯を食いしばるだけ。あんな小さい女の子が受け入れる以外ない痛みに備え耐え忍ぶだけ。だよね。各自の習慣なんだ。痛みと恐怖によって刻み込まれてしまった絶望なんだ。エリちゃん、絶対に救ってみせる。必ず。こんなんじゃ。見えてるよ。食らうんだ。諦めるものか。また。俺は世界を。ウィン。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。ニューストーリー。笑えるな。救おうとしたその子の力でお前の培ってきた全てが今無に帰した。何もこれまでの全て何も無駄になってはいない。俺は依然ルミリオンだ。エリちゃんを傷つけないという枷を負って、榊の個性で平衡感覚もままならない中、無敵かのような自身の個性を失い、なお彼はルミリオンであり続け、1対2という圧倒的不利な状況で戦い続けた。いや、守り抜いた。君、ボロボロになった千咲と先輩、先輩が作ってくれたチャンス、このまま畳みかける。始めよう。ヒーローになりたかったか、エリを助けたかったか、ルミリオン。全て汚らしい現代病だ。お前のようなやつを治してやるのさ、エリの力で。サキ！その名は捨てたと言ったはずだ。先輩！サキ！
僕が助ける。先、俺の個性で奴を止める。側近の二人、部屋近くにも一人、そしてボロボロの血先、一人でここまで。すごいぞ、すごいぞ、ミリオ。ルミリオンがここまで追い詰めた。このまま畳みかけろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルでシュート。で、持っていく、蹴りだ。さあ、蹴り飛ばせ。蹴る。浅い。私の個性は針で刺したものの動きを遅くする。二人まとめて串刺しにしたつもりでしたが、さすがヒーローだ。まばたきが止められない。こんな奴らに俺の計画を台無しにされてたまるか。なあ根本、お前なら俺のために死ねるだろう。自分と仲間を破壊して融合させた。さあ、エリを返してもらおうか。ボロボロになった。ちさきと部下が合体しただと。